会の認可の心理師で公認心理師と堀口の資格を持つ日本初の議員浜田真理です。よよ本日お話しするテーマはですね、体調の心の作り方についてです。約23年ほど陸上自衛隊の方に勤務してまいりました。いろんな活動の中で自衛隊で行った訓練がですね、私を支えてくれています。ただ自衛隊の訓練ってどういう訓練を思いつかれますでしょうか。もう射撃があったりとか戦闘訓練があったりとかいろいろ訓練されるかもしれないんですけれども、私が一番心に残った訓練というのがあります。それが衣装を書くというものなんですね。まず上司の方からこれから戦闘訓練を行うので全員衣装を書いて、その衣装をビニール袋の中に入れて防水処置をしてヘルメットの内側に貼りなさいという命令がありました。今は衣装で書いてあります？ない。ないですね。私もありませんでした。当時まだ若干20歳だったものですが、実際に衣装ってどこで書くんですかというふうに聞いたところ、先輩の方がですね、あれだよ、両親とか大切な人にありがとうとかね、荷物を送るからご存じませんとか、あの、なんか食べてもいいんだよっていうふうに言われたので、私はもうね、そこから見てちょっと書いてみたんですね。お父さん、お母さん、今までこんな私を育ててくれて、ここまで大きくしてくれて本当にありがとうございました。私は日本を守るためこれから出発し頑張っていきます。もし戻ってこれなかったら私の荷物を送ってもらうので、不要なものは外にしてください。いろいろと迷惑ばかりかけたけど、私はお父さんとお母さんの子供でよかったです。今まで本当にありがとうございました。なるほど。こういうふうにとですね、衣装を着きまして、ビニール袋の中に入れます。で、しっかり防水処置をして、ヘルメットの裏側に貼って、訓練を開けるというものなんですね。こうやって話をすると、まあ、とてもね、親から大切にされて、親子関係が良かったのかなというふうに思われるかもしれませんが、実は、何かは私なんです。うちの父はですね、アルコール中毒して、お酒を飲むと、包丁を持って追っかけまして、ちてけって言って、こう、襲ってくるんですね。で、家族なんてこっちにいた。まあ、そういう父と一緒に生活していた母は、心を痛めておりましたので、何度も何度も自殺未遂を繰り返すんです。私は、お家の中で、つなげる場所が全くなかった。だから、両親がとても悩んでいます。自衛隊はね、親から離れるために、強くなるために出たんです。でも、不思議なことに、この衣装というものを書いていくと、だん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 自分の感情が変わっていくことに気がつきました。初めは先輩に言われたように書いたんです。でも、だんだんこう感情を持ってくると、今までありがとうとか、迷惑かけたけど、あれは子供でよかったとか、そういうことが書いてたんですね。とても驚きました。でもっと驚いたのが、表面だけで書いたつもりだったんですけど、なぜかポロポロっと出てきたりするわけなんです。訓練が終わるとですね、ちょっとこう、親に接触したい気持ちになって、皆さんありがとうなんて言ってみたことを思います。次第に出た。こんなに憎んでいた。親なんですが、この衣装を書くという、そういう作業で、何時から変わったんです。それを心理学で考えてみたらということを少しお話したいと思います。
タル領域でいうところの今の条件というのは、死を意識することで生きている今というのを意識できるということなんです。では普段ね、自分は生きているなとか安全だなとか思うことだめないじゃないですか。普通に生きてて普通にご飯食べてしまうよね。特に不安全なこともないし、コロナで少し心を痛めることがあるかもしれませんが、そんなに思っていることはないですよね。だから、そういう時は、小さな嫌なことを大きく感じる。あの人に目覚めたかもしれない。あんな嫌味を言われたかもしれない。というふうに思うでしょう。でも、この死を意識するとですね、あ、そっか、今、実はな。ご飯もちゃんと食べられてるんじゃないっていうところに意識が向いていくんです。非日常的な死というものを想像して生かされている今というのを実感してみてください。そうすることで必ず心は強くなっていきます。